たいと思います。ノートを取りながらできるだけ視聴してみてください。第1回目は連続の方程式について解説したいと思います。では授業動画をご覧ください。それでは第1回目の授業を開始します。初回は微分方程式の導出について説明します。微分方程式は自然科学一度止めます。このページ少しゆっくりしたペースで説明していますので、このページ書き終わるまで2倍速などで聞いていただいても大丈夫です。述する役割を担っています。本授業では自然科学に現れる多様な現象を数理モデル、特にいわゆる偏微分方程式で記述できるか、つきまして理論や手順を解説することを講義の目的とします。そこで重要な役割を果たしますのが連続の方程式です。連続の方程式というのはどういった方程式であるかといいますと、現象で説明すると湧き出す源泉のないところで流体が突如現れたり吸い込まれる要因のないところで流体が消滅したり、こういったことはないということを表現する方程式です。もう少し詳しく説明します。ここで注意していただきたいのは、流体は理由がなければ突如現れることや、要因のないところで流体が消滅したり、こういったことがないということを表現する方程式です。もう少し踏み込んで説明しますと、数学の言葉では質量保存則これが、破られる現象は起こっていない。もう一つ、圧縮や膨張
理解析や密度が変化しても質量は変化しないということを表現する方程式です。突如物質がワープして現れたり突然消えたりということがないという方程式なのですが、それを少し言い換えますと、質量保存則が破られる現象は起こっていないという表現をします。でより、具体的な現象で言いますと、圧縮膨張、こうしたことが起こって体積や密度が変化することがあってもよい、そういったことがあっても中に入っている物質、その質量は変化しない。ということを表現する方程式。自然に我々が捉えている物理現象ではこのように物体が突然ワープすることはないわけで、そのような自然な現象を記述しようという試みです。このために次のように流速と呼ばれる概念を導入します。流速というのは流れの速さではありません。流れの束と書きます。これで流速と呼びます。流速が何かと言いますと、流速とは、流速とは、単位時間あたりに単位面積を通過する物理量のことで、以下の関係式で定義されます。いかがでしたでしょうか。第1回連続の方程式を紹介しました。流速の定義を用いますと連続の方程式を数式で記述することができます。次回以降数学を用いた連続の方程式の表現を学習していきましょう。今日の第1回ここまでとします。ではまた2回目以降ご視聴ください。